山の人から十分競争用だね。どうしてなんだ、こう、すら寒いと思ってた。すらさん、大丈夫？風邪ひきゃしない？大丈夫。お山は寒いと思ったから、額へ着込んできた。トゥーちゃん、大丈夫？うん、私。何笑ってんの？ねえ、鶴子のやつ、こんなこと言ってたわ。今日は珍しく二人とも喧嘩をしないって。ああ、そういや今日一度まだやってないな。だって私たちの喧嘩いつだって芸のことばっかりよ。芸さえなきゃ喧嘩なんかしないんだもの。だからあのお師さんのお骨を納めるんだから、あ、納めるまでは芸の話をよそって約束してきたのね。芸さえなきゃ喧嘩なんかしないのね。いやけどさ、芸の上で喧嘩するこんな立派なことはないと思うな。これからもうんと喧嘩していこうじゃないか。あら、この上喧嘩したら下げたの鶴子が目を回しちまうかもしれないわよ。向こうからお暇ください、引き下がっちゃうか分かんないよ。つまんない本当にありがとうございました。ご丁寧でございますね。まあ、折り目切れ目だからお礼はお礼で言わせてくださいよ。誠にありがとうございました。どうも恐れ入りましてございます。恐れ入りどうも。ねえ、もう一つ次郎さんに打ち明けて話さなくちゃならないことがあるんだけど。打ち明けて何？いや、もっとね、早くに言おうと思ったんですけどね。うん。お母さんのお骨を納めてしまうまではもうなんだか気がかりで、こう自分の気持ちも決められなかったもんだから。でもこうやって肩の荷を下ろしたような気がするんで打ち明けるんですけど。ジロさん、ああ、まあ、おかけなさいよ。その、じゃあ、何なの？え？私ね、うん、近々に身を固めようかと思うんだけど。身を固める？いや、父ちゃん、あの嫁でも行こうっていうのかい？まあね。何さ、今までそんな話一度もしなかったじゃないか。うん、自分でも迷ってたもんだから誰にも相談しなかったの。じゃあ決まってしまってからあっちに話そうってのかい？うん、まだはっきり決まったってわけじゃないんだけど。誰なんだよその相手は？次郎さんも知ってる人。わしの知ってる人？芸人かい、それとも片院かい？松崎さん。ヨデンか。あ、ヨデンさん。あ、ヨデンさんのとこ行くつもりかい？まあ、それはまあ、ヨデンさんならまあ、大した出世だよ。うん。じゃあ。女はどうせ一度は身を固めなくちゃならないしね。それなら、芸も捨ててしまうのかい？まあそうなればね。鳥が鳴いてる。何の鳥だろう。ジロさん、どうかしたの？
ゃん。何泣いてんの？どうしたのよ。ねえ、何を泣いてるんだってば。お父ちゃんに嫁に行かれてしまった。明日行ってこれから誰の三味線で買ったらいい。誰の三味線で買ったって言っちゃい。誰、ねえ、お願いだから嫁に行くのはよしてくれよ、よしてくれよしてくれ。嫁に行くんだったらあっしんところに来ておくれ。次郎さん、お願いだ、頼む、よしてくれよ。じゃあ次郎さん、私を好いててくれたの？それが分かんないのかよ。分かんないわよ。あんな怖い顔して人いじめてばっかりいるくせにさ。十何年も一緒に育って大きくなってきて、あっしの気持ちが分かってくれたっていいじゃねえか。な、無理ですよ。一度だってんなこと言ってくれないでさ。まあ私の方じゃ次郎さんのおかみさんになれると思うからさ。今日は言ってくれんのか、明日はそう言ってくれんのかと思って心待ちに待ってんのに、次郎さんのおじゃ怖い顔して喧嘩ばっかり吹っかけてさ。それじゃいくら私の方で思ってたって、次郎さんは私が嫌いなんだろう、そう思うようになるじゃないの。そうじゃない？そうだけどさ、好きだからこそわまま言ったり喧嘩もするんじゃねえか。じゃあなんだって今までそれいっぺんも言ってくれなかったの？だから言われくれな、こんな苦労してなかったって言ってるじゃねえかよ。いや私だって次郎さんが私を本当に好いててくれんだったら、よそいなんかお嫁に来たかないのよ。本当かい？当たり前じゃないの。私だって覚えた芸は捨てたかない、うん、一生芸人で過ごしたいと思ってる、うん、でもさ、そこは女の弱いとこでさ、今のうちなんとかしとかないと先行ってどんな思いをするかわからん。だからさ、うん、次郎さんの私をしっかりと捕まえててくれれば。捕まえてるよ、捕まえてると思う、捕まえてるよ。ねえお父ちゃん、大地ね、おっさんの言い言の一つにも敦賀の寄席を建ててくれ、敦賀の名前をかぶせた寄席建ててくれってのが言い言にあったんじゃねえか。だってそれだって二人が夫婦にならなきゃできっこないじゃないか。そうだよ、そうだよ。じゃあ次郎さん、私をおかみさんにしてくれる？もう喧嘩なんかしない？しない。本当に？本当にしない。次郎さん、豊ちゃん。来ないよ、いいお月様。あ、本当だ。